荒木さんあの、ピンチを迎えた選手に起こり得るメンタルの,、まあ、あの特徴って何かありますか、まあ、混乱、不安、いろいろあると思うんですけども。それは人それぞれですよね、はい、あのすごく緊張して、全然、舞、え、い、っと、上がってしまって、動作ができなくなってしまったり、簡単にもう、なんていうんですか。 かうん、と自暴自時期になっちゃって、ばってやってしまったりっていうような、それはいろいろと兆候っていうか、そういうのは現れるとは思ってますよね。だからそれは人それぞれで、えっと、この人っていうわけではないと思う。ただ、指導者としてはそれはちゃんと把握しておくことが重要なのかなと思っていますね。そこで はい。いいんです。全然ちょっと違う話になっちゃうかもしれないんだけど、<laughs> うん、今日の、えっと、話を聞いてて、ふっと思ったのは、この間、行動家の鮫島さんのお話ししましあったんですよね。はい、あれとよく似てるんですね、やっぱり。うん、鮫島さんのお話の内容とよく似てて、やっぱり鮫島さんも最初の頃は、 勝つこととしかか考えてなかったとそれがすごく余裕がなくって、それでピンチになったときにどう対処していいか選手は分からなかったし、反対に指導者も分からなかった。ところが、反対に、えっと、ピンチになった時のそういう準備っていうのをちゃんとしておくおくようになってから勝ってきたっていう風な話を確かされてたと思うんですよね。だからやっぱりああいうところはすごく今日の話とは共通してるんだろうなと思って。うんうん お、えっと、聞きしてたんですけど。うん、何ですかあすみません。あ,、うん、あの、さっき思ったのが、ねあの、例えばそのンピンチになると緊張する選手だと不安になって飛び出すの違いますけども、はいはい、でだからといってじゃ緊張する選手は緊張をほぐすメンタルトレーニングしたりあの、不安にある選手が不安をほぐすメンタルトレーニングしても意味がないわけですよね。その原因としてはそこで違うわけだから。うん、だからその だからそういうのは多分あの試合の時にできるっていうことはさっき与田さ,さんも言われてたように、うん、本当にまれですよねここがうまくこう一,言一声かければとか何か対処すれば、えっと、うまくいくかもしれないっていうのはそれはあの指導者とか本人の経験になってくると思うんだけどそれはもう間に合わなくって、うん、やっぱり試合練習中にさっき花岡さん言われたように練習中に こういう状態になったときに自分はどうやって対処しようかとか、反対に自分でピンチの状況を作り出してみて、そこに対してどうやってやっていくかっていうことが常にこう、あとマズアク選手の話ではないんだけど、こう考えてるっていうことがすごく重要で、うん、さっきのユ田さんの話でもあったように、ダルビッシュ選手なんかも引き出しを持ってると。うん、<laughs> で、それは明日はすぐにはあの使えないかもしれないけど、 先には使えるかもしれないっていうふうな、そういう引き出しをたくさんあと持ってるっていうことは、やっぱりそれは一流選手のすごいところだなっていうふうには感じてましたね。だから、えっと、そういう引き出しを作るっていうことに気づく、そういう練習をしていくということが、やっぱり大事なんだろうなっていう感じはしましたね。それでね、あれですよね、経験が大事だって。えー 思い込んその言葉にすぐれて同じ引き出しで同じものが何個もあったらいいんだけどそれはダメですね汎用せないから <laughs> <laughs> あその引き出し溢れてるんだけどっていう <laughs> かその辺たりをうまくこうね自分でこう判断していくっていうか<ー>さっきもちょっと言ったけどピンチとバランスの考え方のピンチとチャンスのバランスの 取り方っていうのはすごく重要で、ピンチでも悪いことはないと思うんですよ。うん、うん。で、でもさっきも、まあ、与田さんいなくなってから言ってはあれなんだけど、すごく自分はネガティブですよって言われてたの。うん、だからネガティブだからポジティブなことが気がつくんであって、うん、だからそういうバランスっていうのはすっごく重要だなっていう感じがします。逆に、うんうん、その、まあ、これはまた改めてポジティブ、ネガティブ会を設けなきゃいけないなと思ってるんですけども、<laughs> ポジティブの弊害って大きいですよね。<laughs> ポジティブ進行の、あとネガ、ネガティブダメ進行の。で、これが、前も言いましたけども、ポジティブって、大丈夫、なんとなるだろうじゃなくって、なんとかする方法に、行動に行けばいいんだけども、大丈夫だから、大丈夫だから何もやんないや、とかで、ネガティブでも、まあどうせダメだからもうやんないや、じゃなくて、だったらやうどうせダメだったらやってやるや、とか、結局その行動に結びつかない、 とは別行動とは別の何だろう気持ちの部分のポジティブ、ネガティブっていうのはなかなか危険だなと思ってるんですけども。だからじあの自分でそれがき気づいてればポジティブでいか,いかれても全然ジュリさんみたいにやって,、うん、<laughs> って問題はないと思うし自分はすごくネガティブに考えて考えすぐ考えちゃうんだって言ってもそれがうまくその方がその人にとって合うんだったら、うん、それが一番いいと思う。うん、だからあんまり ただあの、人がこうやってるから自分もこうやろうっていうのはダメだめだとは思いますけど。うんうん